どうもこんばんは、平井弘明です。やっぱり飛ばしたいですよね本当にまただってさ、永遠の悩みっていうかさ、願いというか。そうだね、うん、だって300ヤード飛ばしても、やっぱり350ヤード飛ばしたい、ね、そうだね、それはそうだ。 それね、スイングでもあって、今までね、全く当たんなかったの、ちょっと打っていい、今まで全くドライバー当たりませんでしたっつって、こういう感じとか、こういう感じとか、出てた、全然当たんないっつって、で、じゃあちょっとね、スイング直してね、こうやって、まあまあな当たりでちょっとフェードしたでしょ、今度あれがダメになってくる。今までのチョロからしたらあんなのいい方じゃない。いい方いい方。そうだけど、あれチョロしか出てない時にあれ打ったら、あ、まあまあ当たった、よかった、って言ってた。したら今度当たり始めてきました。したらあれが出たら今度ね、当たんなくてちょっと右行ってね、当たりはまあまあだけどって今度あれに文句を言い始める、なるほどね。そうだから段階がある。ああ、そうかそうかそうか。そう、欲深いよみんな今まで OK だったのがダメになっちゃうんだから、そっか、できるようになると。そう、すごいそういうことってあって、結構あの出来度合いっていうか、そういうのによっても全然変わる。平井弘明のワンラップゴルフ。俺今回動画で言いたいのは、やっぱり飛ばしたいですよねっていう話を最初したじゃない、飛ばしって限界があるとまでは言わないけど、やっぱりね、ある程度ね、飛ばせる範囲って決まってんの、パワーだったりスピード、出せるスピードだったり、クラブだったり、そう、今の体とクラブに対して最大の飛距離を打ててますよっていう人が結構いるわけよ、だけどその方にとってもやっぱりまだ伸ばしたいじゃない、そういう時にじゃあ飛ばせなかったらこのまま何を磨けばスコアが良くなるか、やっぱりね、ウッドなのよ、ヘアウェイウッド。飛ばない人にとってはヘアウェイウッドって要は鍵になるわけよ。もちろんアイアンは全員鍵なんだけど、ある程度飛ぶ人ってセカンドショットアイアンで打てる確率は高くなるじゃない。あ、そうだね。だけど飛ばない人ってセオリーとしてはドライバー打ってアイアン打ってグリーンに乗せるのが、まあミドルホールのセオリーっていうか、そんなような感じじゃない、男性からしたら。だけど飛ばない人って男性でもドライバー打ってヘアウェイウッド打たなきゃいけない、ヘアウェイウッドユーティリティをもう死ぬほど練習した方がいい。何にも最初考えなくていい、何にも考えなくて、とりあえず当たるだろうアドレス、当たるだろうのボールの位置、当たるだろうのスイングをとりあえずやってみる、それを10回練習いってほしい。毎日行くんだったら10日、月週1回とかだったら、まあ10週間とか行って、自分の10回練習に行った答えをまず出す。どっちに行くのか、どういう当たりが多いのか、そもそも得意なのか、不得意なのか、そういうヘアウェイウッドユーティリティに対する答えをまず出さなきゃいけない。例えば得意でしたって言ったら、もっと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 ヘアウェイウッドを練習する、でもっと煮詰めていく、苦手でした、わざわざヘアウェイウッド打たなくていい、全然打たなくていい、アイアンで2回打ったっていいんだから、その代わりアイアンに2回打って、そのアイアンを磨けば、3オン1パットのパー取れる可能性が上がるんだから。あ、なるほどね。そう、結局は練習なんだけど、磨き上げるのがどこまでできるかよ。やっぱ水つけて磨くよりもピカールつけた方が光るでしょ。光る。そこですよ。やっぱね、コンパウンドかけてピカールかけてね、こう綺麗にした方がね、やっぱりね、艶がね。そうだよね。俺だって全然使ってないのにピカール2個持ってるから。なんで？ないと思って買ったらあったの。そうだ。それある。安いからさ。そうだよね。苦手だって言って、答えを出したまま放置しとくとか。得意だって言って答えが出たのを放置しておくとか、そういうことは結構多くて、そこから何をやるか。あ、答えが出てスタートだから。で、答え出すのに10回ってねってこと、そう、出るまでね、そう、やっぱ俺こうだったっていう言い切れるぐらいの答えが出ないと、何を次していいかがわからないから、そういう答えを出すまで飛ばない方はヘアウェイとユーティリティをとことん打つ。本当にその10回の練習、答えが出るまでの10回の練習は、ユーティリティとウッド1本ずつ2本持っていくだけでもいい、それぐらいいっぱい打たないと分かんないから、ほんのちょこちょこって何球打ったって分かんないから、相当打たないとダメよ。そうなんだ。だから今の時期チャンスよね。寒いし、ラウンド数がもしかしたら少なくなる可能性が高いじゃない、そういう方が多くなるから、シーズンよりもオフシーズンにやることとしてはすごくいいなと思って、そういう練習の仕方を変えるのは
すごい大事ね、うん、あとこう寒くなってきたら体に無理をしないこと、うん、無理な運動とか、うん、無理な可動域を作らない、うん、そういうのが大事なんで、だからそういうのはすごい大事です。だからドライバーが飛ばないって、確かにドライバー飛ばしたいんだけど、うん、ドライバー飛んだところでっていう動画をね、この間、ああそうだね、流したじゃん、うん、だからそれよりもその次のクラブをどう磨くかっていう方に練習を切り替えてみると、うん、スコアアップにつながると思いますので、ぜひそれをやってみてください。普段からですね。これ人によって違うところだね。じゃあ違うね。ドライバーの飛距離によって次やるものが変わるじゃない、うん、だから人によって全然違う。それがウッドの人もいれば、その今のでアイアンの人もいる、そう、ロングアイアンの人もいれば、うん、ミドルアイアンの人もいるし、うんうん、そういう風に変わってくる。俺がね、めちゃくちゃ打ったのがね、うん、P8 ピッチングと始まる、めちゃくちゃ打ったの。それは、ね、より得意にするためにってこと？相当な確率でその距離、要は105、60と120、30が多かったから、うんうん、まあもちろん9もいっぱい打ったけど、うんうん、とにかく3度は無条件めちゃくちゃ打ってたから、52、P、98、これはやばいね。やばい。めっちゃ打ったから。ずっと同じ練習してるねって何人のお客さんに言われたか、後ろ通る人に。前行ってた練習場。そうなの？ああずっと同じ練習しないとって思ってたもん。そうなんだ。ずっと同じ練習しないからって思ってた。逆にっつってずっと打ってんだ。ずっと打ってる。8番俺の行ってた前の練習場は120にグリーンがあった、うんうんうん、120のグリーンの上をボールで埋めようと思ってたから、うん、先般無理って分かってるけどやろうと思ってた。それぐらいずっと120と100いくつやったか、160かな、うんうん、のグリーンに要は P と8でずっと打ってた、うん、でも時には52をドロー感じで入れて120のグリーン打ってたり、9で抑えながら120のグリーン打ってたり、いろいろやってたけど、とにかくそのグリーンにめちゃくちゃ打ってた。ちょうどいい距離だったなと思って。ああそうなんだ。120と160、そういう練習をやってましたね。だから自分がいつもセカンド何番が残る確率が多いかっていうのを基準にして練習するのも大事だし、まあそれも答えだよね。そういう答えをとにかく1個でも出すとゴルフの練習の仕方が変わりますので、組み立て方が変わってくると思いますので、ぜひその答えを知る練習をしてみてください。フェアウェイウッドとかユーティリティって何もやんないんでしょ？何もね、当たればいいんでしょ？当たればいい、当たればいいぐらい自分でレベルを下げてあげても当たらないクラブだから、まずは当たるようにしなきゃいけないじゃない、うん、当たるようにしなきゃいけないんだったら何をやるかになってくる。もちろんトータルの最後の答えは結局何もやらなかったねになるんだけど、はいはいはい、先に答えを言えば、うんうん、だけど何もやらないために何かをやらなきゃいけない。なるほどね、うん、深い。右手をやってインパクトゼロに戻したのが何もやらない普通のナチュラルのスイングになる人もいるし、うん、そう、そういうこと。下半身を使わないように我慢して上をリードさせて、こうやってちょっとこう払うと打ち込みの間ぐらいで打った方が何もしない綺麗なサラッとしたスイングになる人もいるんだったら、そうやんなきゃいけないし、そういうことがすごくヘアウェイウッドって多いんだよね。俺は何もしないヘアウェイウッドっていうのはちょっとかぶせてちょっと打ち込んでちょっとカット目に打つのが何もしないスイングだよね。そう、めっちゃくちゃやってるんだけど。そうだね。そう、それが左右対称になって、うん、すごくストレートになって、うん、自分の中で納得のいくショットが打てる打ち方になる、うん、ビデオ撮ったり、うん、何か、うん、こう映像で残すと、うん、プレーン上だし綺麗に上げてないし、うん、左右対称に動いてる、要は何もしてないスイングだねって言われるようなスイングになるには、そうやってやらないとならない。なるほどね。でも動画で何もやらないスイングっていうと、うん、本当に何もやらないでしょ、うんうん、だから当たんないよね。言ってる、言うやつが悪いんだから何もやるなって言ってるんだから言ってる、そう言ってる言ってる。ゴルフがね、そうじゃない、天の弱じゃないけども、うん、なんかそんなようなことが多くて、うん、何もやってないって言うと、うん、こうふわーふわーって振ってるような感じのイメージじゃない、うんうん、すっげえやって何もやってないから難しいな、それ。難しいでしょ。難しい、難しいんだよ。でもあれでしょ、そのでもさっきのはそうかもね。何かやらないと何もやらないか分かんないっていう、そうそうだよね。そう、答えは分かってるよ。そうだよね、うん、だからってずっと何もやんなかったら、うん、でも打てるようにならないんだ、ね、なんないのよ。ヘッドスピードだけの飛距離になっちゃうから。あ、うん、ヘッドスピード40でも弱い球強い球ってあって、お、うん、高い球低い球ってあって、うんうんうん、
それって何かをしなきゃ得られないものじゃない、うん、そう何もしなかったらブルーズアイにしか飛んでいかないじゃんそうだからスピン量も少ないし、うんうん、そう、だそういうものが結局自分の感覚になってこなきゃいけない、うん、そういう動画ですこれは、はい、大事だな大事だね大事だね大事大事、うん、気に入っていただけたらですねぜひチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴いつもありがとうございました。オンラインサロンに入会していただきますと特別なですねミーティングですとか先行予約、あとオンラインサロンではですねちょっと YouTube では言えない内容の動画とかですねちょっと秘密なこととかですね特別なショットですねをオンラインサロンの方で紹介しております。ぜひ気になる方はご入会よろしくお願いいたします。